12月6日、鹿児島市にある鹿児島港谷山2区に、鹿児島海上保安部のヘリコプター搭載型の新型巡視船弓張が初入港したよ。この船は緊張感を高める尖閣諸島周辺領海の警備体制強化などに対応するようだな。そうだね。さて今回はこの弓張とフィリピンに供与された巡視船たちの行方について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。鹿児島海上保安部には同種6000トン型の大型巡視船が全国の海保で最多の5隻所属となり、弓張の収益によって6隻体制となったね。弓張は全長約140メートル、定員60人となっているほか、遠隔操作可能な放水銃や監視最小装置、40ミリ、20ミリ機関砲などを装備しているよ。尖閣諸島周辺の警備や海上トラブルの対応を強化することを目的とし、鹿児島海上保安部には巡視船、朝凪と弓張の2隻が2023年に追加配備されるため、搭載するヘリコプター、スーパーピューマ225の愛称を募集していた背景があるんだ。そして、全国から寄せられた216種類にも及ぶ応募の中から巡視船朝凪の搭載機に大高、巡視船弓張の搭載機に弓鷲という愛称が選ばれたね。それぞれの名前の由来として大高には力強く悠々と空を飛びながら、鋭い目で大縦貫区を見渡し、海の安全を守ってほしいとされ、弓鷲には、弓矢のようにまっすぐに速く飛ぶ鷲のイメージと、船名を組み合わせたという思いが込められているぜ。2023年11月30日、弓張は山口県下関市にある三菱重工業の造船所から海上保安庁に引き渡された後、洋上訓練を経て12月6日に入港したよ。弓張の堀井和也船長は大きさを生かした大人数の収容、捜索能力などを備えている。乗組員一丸となって対応できるよう、訓練を重ねていくと語ったみたい。2023年12月6日、第一管区海上保安本部と通信大手3社の KDDI、ソフトバンク、NTT ドコモは、災害時に通信機材を巡視船に積載する合同訓練を小樽港で行ったね。訓練には約50人が参加し、巡視船 A323 社が順々に持ち運び式のアンテナや無線機といった基地局の機材を積み込んだんだ。訓練の想定としては災害発生時に孤立した被災地の通信サービスを復旧するため、通信事業者からの要請を防衛省が受けて、陸路で向かうことが困難な地域に巡視船で通信機材を輸送するといった内容だな。中でも KDDI はアンテナや電源装置など16点を約20分で搬入を完了しており、同社須田雄一郎管理部長は被災によって通信が断絶された場合、少しでも早く復旧する必要がある。訓練を積み重ね、災害時には一刻も早く復旧できるようにしなければならないと話していたぜ。また、一管本部の蓮見淳総務部長は、海保側も取り扱いの注意点を確認できる貴重な機会だった。今まで経験したことのない災害を想定して備えたいと話したらしい。フィリピン沿岸警備隊は12月5日、ルソン島のスービック港において日本から調達する予定となっている。全長約97メートルの大型巡視船が利用できるように拡張すると発表したね。これはまさに南シナ海で覇権主義的な動きを強める中国に対処するための措置の一つであり、海上保安庁は11月、フィリピン沿岸警備隊に大型巡視船5隻を引き渡すことで合意していたんだ。費用総額は300億ペソ約798億円となっており、1応援借款で調達し、2027年に1隻目が引き渡される予定となっているよ。言葉の通り円の借款であるから、イコール有償資金協力なので利息がついて戻ってくる予定で、その多くは日本の事業者を使う条件があり、本件も日本の大手造船業者に発注することになるわけだが、いわゆる40年の長期ローンでフィリピンは日本に元本と利息を返済するというわけだ。現状は返済された元金や利息をさらに融資へと回して、利息が利息を生んでいる状態であるが、日本は中国のように貸した国の港を乗っ取るような蝶闇金ではないぜ。確かにフィリピンの調達に応じるのも良いけど、その大型巡視船をまず尖閣に5隻常時配置しておく。
選択肢はなかったのかと思いたくなるし、現状だと中国公船と日本の巡視艇の大きさがあまりにも違いすぎるからね。日本政府は一体誰に遠慮しているのかわからないが、尖閣においても日本の国内法を適用して打破、起訴、裁判と、一連の法執行を早急かつ毅然と断行すべきだと資料するぜ。勝手に固有の領土と主張しながら、日本の法律が適用できない地域の存在があるなど国際社会では通用しないし、言語道断だな。フィリピンへ送られる巡視艇は、日本の平均的な巡視艇とは比べ物にならないくらい大きく、実際に供与した巡視船は、180トン級のビザン型が10隻、1000トン級の国神型をベースに対空レーダーやヘリ格納庫を増設したカスタムモデルが2隻となっているよ。ちなみに国神型は20隻くらい新造されていて、海保の尖閣警備専従部隊だけで10隻配備されており、それに加えて、3000トン級2隻を加えて、合計12隻をローテーションさせて専従体制を敷いているといった状態だぜ。国神型をベースとして、フィリピン沿岸警備隊専用のテレサマグバヌア型巡視船2隻を三菱重工業が受注し、下関造船所高浦工場において建造され、この巡視船は97メートル型で、中型ヘリコプターの離着船が可能な甲板と格納庫が設置され、煙突が2本ついていて、当然、日本から引き渡すときは非武装状態だな。ネームシップは2022年5月6日。続いて2番船のメルチョラ・アキノも2022年6月12日には、フィリピン沿岸警備隊で無事に就役したよ。専従部隊には入っていないんだけど、沖縄区域を担当する11艦には四季島型の系譜の6000トン級かつ軍艦構造の、浅月も配備されているし、この巡視船はフィリピンの1000トン級と比べると明らかに大きいんだ。日本の超大型巡視船6000トン級としては、浅月巡航弓張りであり、その他の4000から5000トンクラスも充実しているようだな。フィリピン沿岸警備隊は12月2日、パラワン島から西に300キロ余り離れた南シナ海の南沙諸島、英語名スプラトリー諸島にある、サンゴ礁が生息する近くの海域で、130隻を超える中国船が停泊していることを発見したよ。翌日にフィリピン当局は、中国と領有権を争う南シナ海の自国の排他的経済水域に、130隻を超える中国船が集結していると発表し、船の数が増え続けていると警戒を強めているみたい。周辺海域は、フィリピン側が自国の排他的経済水域だと主張しているけど、中国がサンゴ礁を実効支配している勢いだね。沿岸警備隊が公開した現場の映像には、クレーンのようなものを搭載した大型の複数の船が、錨を下ろした状態で並んで停泊しているのが確認されており、完全な乗っ取りであり、国際社会は、この行為を絶対に止めるべきなのに、なぜ動かないのだろうな。当初フィリピン側は巡視船2隻でパトロールを行い、立ち退き要求をしたが中国船は応じなかったということで、軍事的な訓練を受けた海上民兵が乗り込んでいると睨んでいるぜ。現場の海域では2021年3月にも200隻を超える中国船が集結しているのが確認され、フィリピン側が中国側に抗議していただけだったけど、先日の12月11日には抗議するだけでなく、船舶をぶつけ放水攻撃までやっているというが、これがきっかけで戦争に発展するとは思わなかったとならないことを願うよ。しかし、日本も中国に屈しない力と勇気を身につけてほしいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。